ハロウィンの時期に近づいてきました。ハロウィンのねジャコランタン用の、うん、パンプキンをね収穫して、帰って掘りたいと思います。んだがしかしその前にこれを見てください。はい、やることがあるんですよ。その前に見てくれ、これを仕事が入っちゃいました。仕事です。シンプルで正直よろしい。仕事が入っちゃいました。仕事です。なのでちょっとパパッと仕事終わらせてパンプキン畑迎えたいと思います。毎週土曜日は近くの学校の芝を切りに来ます。はい、パパッと、仕事を終わらせてきました。見てください、これで今週も子供たちがサッカー本気でできます。いや、できます。それではパンプキン狩り、パンプキンパッチ行こっか。やっとや、行きたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。やばくないこれ。これはやばい。どう？いやマジ日本ないよね。いやないわ。どうですかこの壮大感。いやこれがカナダか。これはカナダで。最高や。これがカナダ。これがカナダや。最高や。うわ、なんか汚なこのスイカ、なんかあれみたい、あのおばさんの顔みたい。本日、来ていますパンプキンパッチは、ハロウィンのね、ジャコランタン用の、かぼちゃを自分でね、収穫しに来る、畑でございます。海外ではハロウィン、1年の中のイベントの中でも結構トップレベルに、入るイベントでございます。本日来ておりますパンプキンパッチというのはジャコランタン用のね、パンプキンを自分で収穫できる場所であります。素晴らしいですね。はい、それではね、ジャコランタン用のパンプキンを一人一つずつ今から選びたいと思います。よし、やばいね、楽しみ。選んでいこうか。選んでいこう、レッツゴー。この中から選ぶのやばくないですか。やばいね。ちなみにパンプキンパッチのパンプキンはスーパーの3分の2ぐらいの値段がします。だいたい1個1500円ぐらいです。中にはお息になったパンプキンもございます。ございます。君細長いね。いいね、ソーセージみたいじゃないか。わあ、どれにする。マジどれにしようかな、ガチ悩んできた。さすがにプロでも悩む。プロでも悩むよ。プロのかぼちゃ選びでも悩むよ。いや悩む。こんだけあったらね。今司令と通り過ぎたけどでかっ。一回持ってみて、ゆうくん。ちょっと顔と並べようかな。やば、でかすぎやろ。わあ。お、もう無言ですわ。もうこいつです。もうこいつ。一目惚れと。一目惚れだ。ひょうたんの顔した。ハロー。ハロー。ハロー。
可愛い子供たちが。ハロー。可愛いね。可愛いな。ま、お前の方が可愛いけどな。名前つけんと。そうやね。ひょうたんキッズで。ひょうたんキッズ。ひょうたんキッズ。オッケー。ここにこうやってね。ひげつけとるやん小学生が。首にひょうたんキッズ。ひょうたんキッズで。はい、続いては僕のパンプキン選んでいきまーす。何にしよう、めっちゃある。何にしようかね。いやー悩ましいね。いやこれは悩ましい。いや俺撮影しとるときさ、早く選べようって思ったけど、うん、いやこっち側になるとマジで無理。いや迷うやろ。迷うじゃん。いやマジ迷っちゃうね。もうパンプキンしか見らんけ。パンプキンしか。わあどんなやつにしよう。君すごいね。君すごいね。ブツブツじゃないか君。ブツブツじゃないの。本当に。君やばいよちょっと。ちょっと病院行った方がいいんじゃないの。君病院行った方がいいよちょっとだけ。俺のひげ剃り全部剃ろうかな。まあパンプキン選びのコツとしては、なるべく濃いオレンジで丸くてね大きいのが、立派だと、判断されますが、ちょっとユニークにね行きたいと思います。間違いない。これは美しいパンプキンよね。あ、それがいい、いい見本です。すごく綺麗で形が丸いパンプキンでございます。だが、だが違う。違うんだよな。わ、ちょっとこの子いいね。ちょっとミニサイズですが、ちょっとこいつ選びたいと思います。おいた1個と、実はね、おおっ、あぶねえ、あぶねえ。こけるとこやったよ。すごくなったね。パンプキントラップやん。ちょっとね、俺の作品のメインのカボチャはちょっと大きいやつを探します。とりあえずこっからね、ちょっと一回立って、あのパッと見でかいやつを探します。一回スキャニングしよう。あいつでかい、でかいの発見。あいつやばいね。かなりでかい。君いいね。あ、君いいわ。君にしますわ。でもね、ちょっとね、マイナスポイント、下手がないっちゃね。あー、下手がないパンプキンは美しくない。あれ見て、あれ完璧すぎん。あれは完璧だわ。これは美しい。めっちゃハンドル硬い。もうこれ、スーツケースよりハンドル硬いもん。こうやってちょっと僕、こいつにします。ちょっと大きめ、下手がないんですけど、まあサイズ的にね、僕が探してるサイズでございます。でっか。よし、買いこうか。買いこうかね。おう、でっかそれ。俺のひょうたんマジしょぼく見えるな。ね、ここ Does that fit in the six? Did you do sideways or? I'm 7. Okay. On card, you sold cash. I might have cash. Oh, you're reaching for iPad here. 18. Okay. Thank you. Thank you. Those are all sixes. Yeah, so that's so two sixes plus the nines are 21. That would be threes of $24.パンプキン買いました。3つで、2000円でした。結構安いね。意外と安かったね。今から帰ってジャコランタン作ります。やろう、やろうか。はい、戻ってきました。僕たちのお家でございます。これね、カメラで伝わらんねん。めっちゃでかいけん。いや、まあそれ重っ。これ1500円でした。それではジャコランタン作っていきたいと思います。やるか、やろうか。ゆうくん初めてね。俺初めてやけ。うわ、絶対楽しんでいこう。それではまず、種を抜いていきます。植え切ります。え、この角度でこう掘ってていいと。そうそうそう、若干斜め言うと。おお、硬い、めっちゃ硬い。よっしゃ、来た。あ、来ました。それでは、蓋取りたいと思います。パカ。おお、おお、めっちゃ綺麗、綺麗綺麗。これがね、蓋になります。また使います。今からこの中の
種をね、すべてくり抜いていきたいと思います。こちらがパンプキンの中身でございます。別世界やね。別世界。それでは素手で中身をおじくっていきたいと思います。ちょっと失礼します。ちょっとな、あの牛の、あの胃の検査しとるみたい、肛門検査しとるみたい。うん、よし、うーえ、うわーすごいね。別感覚やね、これはこれで。楽しい。これ俺顔入るかもしれん、自分の。これ入るね。めっちゃいいよ、それ。中身すべて取り終わりました。たくさん種があります。これは取っときます。まああとはね、説明いらないと思います。まあ自分が好きなようにね、掘っていくだけです。好きなようにね。あとは。じゃあ。じゃあ、投入させますかね。はい、それではね、お互い追っていきたいと思います。やろう。やりましょう。ミニジャコランタン、次で。じゃーん、ちっちゃいジャコリール。かわいいよ。ちっちゃいジャコランタン、めっちゃいい。ちょっとね、驚いた顔のね、ちょっとね、おどおどした表情のジャコランタンでございます。どうしたら、この驚いてる顔には、理由があります。お楽しみに。それでは完成しました。こちらです。こちらです。ドゥーン。あはー、めっちゃおしゃれ。あ、よっやばい、お前くわえとるやつ。やばい。目が3個ある。天津飯なんです、こいつ。ドラゴンボールの。これは頭いい。歯を作りました、俺は。ね、俺は歯を作った。ジャコランポン、ジャコランポンって言ったジャコランポン。わ、傷もあるやん、ちゃんと。やっぱこの頭ですよ、ボサボサの。いいね。咲いて、髪の毛を作ったんですよ、ちょっと。ということです。皆様、コメント欄で感想お願いします。こちらが僕のジャコランタンでございます。まあ、見て分かる通り、でかい。いや、めっちゃでかい。まあ、大きいものはね、あのパンプキンに限らず、基本的にこの地球でっかいもの小さいもの食べますから、パンプキン食べられてます。ミニパンプキンで、このね、ちょっと困った表情で、いやーって困ってるんですけど、もうね、もうあまりにも、もうでかいののパワーが顎力強すぎて、もう頭かち割れて脳みそ出ちゃってるし、いい、ね、ちょっとね、嘔吐もしちゃってますね、このね。まあでもいいよね。いや、めっちゃいいね。それアイディアいいな。うん、あの僕の作品テーマ、あの食われるパンプくん。これパンプくんですから。パンプキン、パンプキンじゃないですよ、皆さん。パンプくん、食べられるパンプくんです。ということで、いかがでしたでしょうか。仕事からパンプキンでしたね、今日は。ジャコランタン、後でね、キャンドル入れてその動画も撮りたいと思います。それでは皆様、いい夜を。あ、それではまた、夜お会いしましょう。